眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてほしいけど人に言うほどでもないなとか、そんな出来事を送ってください。僕はあなたのこと最大限褒めさせていただきますというコーナーでございますね。2週連続ですけども、まあ人気コーナーなんで、大阪府スターピースカンパニー検討部門所属方本代理部長さん、自分の学校はもうすぐ合唱コンクールです。合唱コンクールといえば、去年自分がピアノの伴奏させていただいておりました。伴奏が間違えると他もずれてしまうので大変な役割です。その役割を務め、みんなと合唱の練習をして本番に挑みました。しかし緊張してしまい、途中腕がつってしまいました。案の定伴奏は少し止まり、歌がずれてしまいました。そこからはあんまり覚えていませんが、坊主にしてみんなに謝ろうとしてた気がします。実を言うと、自分は中国に住んでいて、あまり日本語が上手ではなく、このような長文を書くとなぜかいびつになるのです。なのでどのように謝るのかも分からずじまい、それから1年経ちました。合唱している時にふと思い浮かべてしまい、黒歴史みたいになってしまっております。そこでガスケスさんに質問です。今から謝るのは遅いと思いますか？また謝罪するときはどのような感じで謝罪すればいいのでしょうか？そして緊張のほぐし方を勉強し、体育祭で全校生徒の前でサンシャイン池崎をできるようになるのは自分を褒めてほしいです。いびつ文失礼しました。え？イエーってやったの？まあなんか謝りたいと思うのってやっぱ直後が良かっただろうし、別に今更謝ることもない。別にその正直謝る必要もないと思うんだけど、なんか謝んないと自分のこの気持ちがモヤモヤしてちょっと収まりきかないとかだったら、まあなんかのタイミング、なんか卒業のタイミングとかまあ言えればいいんじゃない？ちょろっと。まあ、ちょっとこのお便り自体がちょっと前のお便りなんで、ね、ごめんなさいね。ちょっと時間経っちゃったんですけど。なるほどね。合唱コンクールね。懐かしいね、合唱コンクール。中学生の時かな、俺は。僕はあのね、まあなんつうの、こう、よくね、あのラジオ内でその陰キャアピールをよくするんですけどね。もう今やなんかちょっとダサい行為というかね。なんかもうもはや。みんなしすぎて、いろんなね、なんか YouTuber とかがさ、いや、もう私陰キャなんで、みたいな、なんかちょっとしすぎてて、なんかこう、あんまりアピールすると逆にダサいよ、みたいな、ね、そういう声にもなってますけど、最近は。ただ僕はですね、中学の時はですね、結構クラスの中心人物だったんですよね。中学の時は。やっぱ小学中学でやっぱこう持ち上がりなんで、割とこうみんな見知った中だから、こう自分を出せたというかね。だから指揮者やりましたね、中1の時かな。中心人物っぽいだろ。ねえそんな思い出もありますけど、でまあかつね、これ、まあ、もう、こう何度言ってるか分かんないんだけど、まあ、中2の頃ね、こう男女で、まあ、僕人生で一番モテたかった時期が中2なんだけど、男女で合唱コンクールでこう対立が起こると、こう中立側に回ってたっていう、もう女の子に嫌われたくなさすぎて、でも今となって思うよ、あの時に「あ、女子マジうぜえんだけど」とかって言ってる男の方がモテたんだろうなというのは今思えばそうなんだけど。まあ、当時のガスケツ少年は本当女子に嫌われたくなさすぎて、こう中立側に回るっていう。何々ちゃんはこう言ってるけど、お前さ、こう言ってたじゃん。まあ、そこはさ、みたいな。なんか、そういう、かっこつけをしてったね。ね。ずっとその、グレーのギャッツビー持ってね。持ってたくてね、グレーのギャッツビーつけてましたね。でもすごいね、中国から。いやなんか全然日本語上手だけどね。でまあそこからサンシャイン池崎をやれるまでになったということね。すごいじゃない。中国でも通用するお笑いなのかな、あれね。まあ単純っちゃ単純なお笑いだけどね。
次のゴッドタレントサンシャイン池崎かもしれないって、うん、はい、ありがとうございます。次行きましょう。岩手県リリリさん、私は高校1年生のバドミントン部なんですけど、同じ学年にインターハイ行くくらい強い子がいるんですよ。その子が先日怪我をしてしまい大会に出れなくなってしまったんです。いつもその子に頼ってばっかで申し訳ないなと思い、最近はほぼ毎日練習をして少しでも強くなろうと頑張っています。しかしこんな話をしても誰も褒めてくれないので、少しでも褒めてくれないかなと思い書かせていただきました。初めて書かせていただいたので文章おかしい部分あるかと思いますが、優しい目で見ていただけると嬉しいです。うん、なんかね、まあ僕は、うん、まあ、高校入ってからも運動部はやめようってことでね、高校入ってないんだけど、中学の時ねバレーボール部でやってたんですけど、もうその部活内でも一番弱かったから、もうインターハイなんてまあ夢のまた夢というかさ、もうそんな中ね、インターハイとか行く人ってすごいよね。なんかもう考えらんないねインターハイって、すごいね。でまあそっか、怪我して、どうにか自分が埋め合わせなればっていうことでね、いや素敵よね。なんかそのなんか自分のことじゃなくて部活全体のこと考えて動けてる感じが素敵だなと思います。バドミントンね、うちの弟がバドミントン強かったんだよな、中学の時。バドミントン部で市内2位ぐらいになってたかな。今全くバドミントンやってる気配すら感じないけどね。今やらせたらやっぱり上手いのかね。バドミントンやろうよって言ってみようかな。はい、あざす。福岡県納豆巻さん、新卒1年目保育士をやってます。新卒として入った初日が15時間労働でとてもきつく、そこから眠れなかったりが続き、すぐに1ヶ月休職をしました。そこからなんとか立て直して今なんとか保育士やってます。はじめは先輩保育士の目が怖かったり、理不尽やろうと思うこともたくさん言われましたが、なんとか働いている私を褒めていただきたいです。初日に15時間労働ってどうかしてるね。ただでさえさ、もう保育所が足りてない、保育士が足りてないっつってさもうどうにかしないでこれね、もう負の連鎖ですねこれね。なるほどね。朝の9時に出勤して終わるの12時ってことでしょ、夜の。いやー、なんか俺の前職もさ、まあそこそこ結構残業も多い職場だったんだけどさ、にしたって初日はさすがに定時で帰ったよ、さすがにいやーすごいね。そうなんだ。いやー、朝から晩までたくさんの子供の面倒見なきゃいけないって、もうちょっと考えられないね。いやーすごい。いやー、そっからよく立て直したと思います。はい、ありがとうございます。愛知県歯ブラシは固めさん、ガスケさんこんばんは。寝れない夜にいつもお世話になっております。私はこの夏に教員採用試験を受けました。7月に筆記試験があり、私の周りの友達は3月あたりから勉強に本腰を入れている様子でした。私は部活の先輩に7月からでも十分間に合うよと言われており、その言葉を信じて3月はちょこちょこしか勉強していませんでした。4月に入り、よし私もそろそろ本気出すかと思い始めた矢先、体に異変を感じ病院に行ったらホルモン異常の病気が見つかりました。命に関わるような重篤なものではありませんが、薬の治療が始まり副作用が辛くて勉強どころではありませんでした。6月半ばにようやく体が薬に慣れてきて、日常生活に支障が出ないくらいには回復しましたが、筆記試験まであと1ヶ月しかありません。友達は筆記試験の勉強もしつつ、8月にある面接試験の練習のために大学へ行っていたのに、私は勉強も面接練習も全くできていません。なんでこのタイミングで自分は病気になっちゃったんだろう。受けたとしても受かるはずないと試験に対するモチベーションが全く起きませんでした。それでも今ここで諦めたら後から後悔すると思い、合格するという期待はせずに残りの時間必死に勉強しました。面接練習も一人で頑張りました。
なんとか無事に筆記試験も面接試験も、受験することができ、なんと合格することができました。本当に諦めないでよかったと思っています。合格したことに対しては周りの人におめでとうと祝ってもらったり褒めてもらったりしたのですが、メンタル的にも身体的にも私の22年間の人生の中で一番頑張った5ヶ月間だったので、家庭も含めて全部思いっきり褒めてほしいです。おめでとうございます。僕も歯ブラシ固めですね。柔らかい歯ブラシやだ。やっぱ固めじゃないとね。固めでゴシゴシやりたいよね、やっぱね。あんま良くないらしいけどね。ね、まあ、そんなことどうでもいいんですよ。そうか。いやー、なんか病気出して時間ないってなったら俺だったら諦めてたね、多分。おそらく諦めてた。俺受験、大学受験もう1年目は俺諦めてたから。9月まで映画作ってたから、もういいやって、もう浪人しようって、もうそのあたりからも決めて、俺は映画作るんだっつってね、やって案の定浪人してね。もう僕は諦めてたタイプなんで、諦めずにやりきるってやっぱすごいわ、やっぱ。ね、病気もでもね、本当無事治ってよかったですね、本当ね。そっか。いや、でもおめでとうございます、本当に。いや、頑張ってください、こっから。まあね、まあ、ちょっとスタートラインに立ったということなんで、こっからね、教員としてのキャリアがスタートするわけですけども、ね、頑張ってください。はい。ありがとうございます。ということで、褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ。皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てくださいね。ということで、だいぶ涼しくなりましたね、最近ね。相当もう昨日の夜とかも寒かったもんね。半袖で出て帰ってきたらもうめちゃめちゃ寒くて、あと俺これ帰れんのかなと思ったけど、なんとか気合で帰りまして、ブルブル震えながら。いや、にしても本当にこう夏が終わると一気に年末だね。もう2ヶ月とかで終わっちゃう。やばいな。今年は YouTube 頑張る。でもうダメだね。これ多分 YouTube 頑張らずに終わると思う、多分。すいませんでした、皆さん。YouTube 頑張れませんでした、今年も。まあ、来年頑張ります。ね、はい、ということで、前回のコメント欄読んでいこうと思います。ケイケイさん、ガスケツさんいつもお疲れ様です。アラフォーの理学療法士です。検査結果何もなくてよかったです。過去にもガスケツさんがダイエット頑張るために筋トレしたと言われてましたが、マジでやった方がいいです。私は仕事柄いろんな患者さんを見てきましたが、病気になってから動けなくなってからリハビリをやる方がほとんどです。仕事が忙しくて時間はないと思いますが、元気な余生を過ごすため、予防のためにも運動や筋トレして貯金しましょう。これ貯金の筋が筋肉の筋ですね。僕は38歳の時に第一子ができたので、周りの若いお父さんお母さんに負けないように、体だけでもと思い筋トレ頑張ってます。やっぱやった方がいいか。ね、でも確かにさ、なんか、農家のおじいちゃんとかさ、ね、漁師のおじいちゃんとかさ、すごい元気じゃない。ね。ずっと元気じゃん、あの人たち。やっぱあれって筋肉なのかね。ね、本当にやっぱ筋肉は全てを解決するなんて言いますけど、ね、なんか本当になんかこうメンタル的に病みやすい人とかもやっぱ筋肉つけるだけでなんか全然違うみたいな言うじゃない。僕は結構ね、すぐ落ち込むタイプなんです。あんま前に出さないですけど、割と結構すぐ落ち込むタイプなんですけど、筋肉つけるだけでやっぱ変わんのかね。筋肉か。すべては筋肉か、やっぱ。ねえ、本当に。なんか、
ウーバーイーツの配達員でもやろっかな、なんかその健康のために。なんかさ、筋トレってさ、なんかこう帰ってくるものが少なすぎるんだよね。報酬が少ないのよ。なんかこう徐々にじゃない、あれって。なんかこうモチベーションが続かないんだよね。こうやろうと思うんだけど、なんかまあ半月とか1ヶ月ぐらいでさ、なんか気づいたらやってねえな最近みたいな。そうだ、やっぱウーバーイーツだね、やっぱね、やるべきは。なんかやっぱりお金もらえるだけでもなんかちょっと違う気がする、報酬があるだけで。あれってどうなんだ、ちょっとウーバーイーツの配達って1回いくらもらえるの、あれって。ウーバーイーツ配達1回、1回配達あたりの相場は500から1200円程度。なるほどね。だから毎日その帰るときに2、3件配達して帰るとかだけでもやっぱだいぶその足腰の筋肉鍛えられるかな。まあその日のご飯代ぐらいはペイできそうだね。ちょっと検討しよっかな、マジで。なんかオードリーの若林もやったみたいな話してたけど。いやー、ちょっと本当にね。さきさん、新コーナーさばいてガスケツのコーナー、日常の理不尽なこと、許せないことをガスケツさんがぶった切るコーナー、最後は懲役5年に処すとか言って、最近疲れすぎて変なテンションで失礼しました。ガスケツさんお疲れ様です。ゆっくり休んでください。いいねこれね、コーナー。ちょっとタイトルダセーかな。さばいてガスケツのコーナー。なんかね、20年前ぐらいのなんかガンガン、少年ガンガンとかに連載されてる漫画っぽい感じの。ねえ。まあちょっと新コーナーやりたいよねみたいな話をしてたんで、ちょっといろいろ。エンゾさん、イフもしものコーナー好きすぎて今でも収録でまとめ動画を聞きながら寝ています。全部の全員のエピソード言えるほど聞きました。復活希望です。なるほどね。まあカムバックイフもしもでもいいかもね。なるほど。はるさん、ガスケツさんこんばんは。ガスケツさんとお友達の桜庭さんのラジオがまた聞きたいです。前回のとても楽しそうで面白かったから余裕ができたらまたお願いします。あとね、辰姫さん、たまには桜庭さん呼んでくださいよということで、なんか桜庭っていう僕の友人がいるんですけど、あの ASMR の投稿をやっていた、もう、もう YouTuber ではないね、あいつも投稿全くしてないんで。まあそんなね、桜庭っていう友達がいるんですけど、まあたまにラジオ出してたんですけど、まあ今ちょっと転職活動中でなんか忙しそうなにもしてるからあんまり最近会ってないんだけど、そう、9月にね飲み行こうよって誘われたんだけど、なんかちょっと9月中マジで忙しくて10月行こうっつって、ちょっとそのままだから。ちょっと呼んでみるか一回。ちょっと、考えとくわ。はい、そんな感じですかね。まあちょっといやちょっとリニューアルに向けて動きたいんだけどね、ラジオ。まあちょっと頑張ります。はい。ミニミニさん、エンゾさん、猫の次郎さん、リーサブちゃん、サブアッカーさん、いやーこれいつも忘れちゃうんだ、このハングル文字の方。ごめん、ちょっとなんかカッコで日本語で書いてほしい、これ。ゲゲさんじゃないんだよね、ゲゲの。ニコさん、トチミイコさん、メイアイさん、ケイケイさん、ユカさん、スズさん、ヒロさん、オクラトロさん、ジュンペイさん、ミセスヒツジさん、ハルスさん、カエデスピカさん、サキさん、おつまみさん、タキタキルンバさん、マルさん、サトさん、タツヒメさん、チリオデイアンスさん、YKRSKN さん、夏夏さん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので読んで送っていただければなと思います。はい。
あと YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこと、ガスケチに伝えたいこと、何でも構いませんので、ざっくばらんな感じで肩の力を抜いて書いていただけたら非常に嬉しいです。ガスケチも良き感じに拾いますので、よろしくお願いいたします。なんか新コーナーの案もあれば、ぜひ聞かせてください。ということで、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
はい、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝ている人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのをね、毎回やってんだな、ね。ということで、むっちゃ休んだね。めっちゃ休んだ1週間。久しぶりだね、1週間何もしないっていうのも。めっちゃ久しぶりだった。まあほんと2ヶ月間ずっと働いてたんで、まあこんぐらいいいでしょうということでちょっと休んでましたけど、まあ幸せな1週間でしたね、非常に。本当にこう寝て起きて映画見てゲームして、ゆっくりして、でちょっとこう料理なんかしちゃったりしてね、うちのマンションはコンロがガスタイプなんですけど、魚焼きグリル一回も使ったことなかったんだけど初めて使ってね、サバ焼いちゃったりなんかしてね、で大根おろしとかも添えちゃったりなんかしてね、でご飯に納豆をかけて、で卵なんかもね入れちゃったりなんかしてね、でちょっとこう刺身なんかも買ったりとかしてね、なんかこうちょっと豪華な夕飯、和食の夕飯を作ってね、ちょっと魚焼くのハマりそう。なんか焼き魚ってやっぱうまいね。なんだろうね、この年齢を重ねるごとにこうどんどんお魚好きになってく感じね。圧倒的にお肉派だったんだけど、もう最近お魚大好きでね。お魚やっぱ美味しいね、お魚ってね。ね、こう昔は圧倒的にねお肉派だったんですけど、なんかやっぱね年齢重ねるごとにどんどんこうお魚が好きになってくっていうね、こう和食の素晴らしさに気づいてくるよね、どんどんね。でちょっとそのね冷ややっことね、冷ややっこ食べながらこっちは日本酒を食っとこう、日本酒を食っていくわけですね。これがまた素晴らしいわけですね。ねえ、ちょっとそんなお休みをいただいておりましたけどもね、ちょっと今週はあとキングオブコントがあるんでね、でキングオブコントの後にラジオ撮ろうかなって思ったんですけど、ただそのキングオブコントの後もちょっとあんま時間がなさそうなんで、まあ誰が優勝するかなっていう、僕はファイヤーサンダーね好きなんでね、ちょっと頑張っていただきたいなっていう、応援してるんですけどね。はい、誰が優勝してんだろうな。はい、まあそんな感じで、なんか特に特筆することもない毎日送ってるわけですけども、まあちょっとまた、ね忙しくなりそうなので、まあちょっと頑張ろうかなと思っているところでございます。はい、普通歌読もうかな。奈良県スキルナ4800さん、初めてのお便り失礼します。僕は男子中学生なのですが焼肉が食べれません。アレルギーとかではなくて焼肉が嫌いなんです。かっこ嫌いというよりかは1人前でお腹いっぱいになっちゃうという感覚の方が近いかもしれません。過去年この前家族で韓国焼肉に行った時もカルビを2枚だけ食べて端っこでずっと辛ラーメンをすすってました。焼肉の他にもポテチとか牛丼とかだんだん食べれなくなってきてる気がします。この前先生におっさんかよって言われました。焼肉が食べれないって人生どのくらい損してますかね。これからも陰から応援してます。あ、応援じゃねえ、応戦してますだった。応戦してるらしいです。俺より早いね、なんかその舌の高齢化が。珍しいね、中学生で焼肉食べれないって。なんかね、中学生なんつったらもう焼肉大好き、ね、スタミナ太郎とか焼肉キングとかのね硬い肉をもうひたすら食うみたいなね時期だったような気しますけど、僕の時は。たまに行きたくなんだよな、スタミナ太郎とか。スタミナ太郎行きてえな、久しぶりに。もう本当にこの年になると行かなくなる、スタミナ太郎ね。本当に
どこにあるかもわかんないな、今な。大学生ぐらいまでギリ行ってたかな、スタミナ太郎。楽しいんだよな。俺好きなんだよ、スタミナ太郎。肉はあんま食いたくないけど、なんかそのサイドメニューをさ、こう自分の組み合わせでいろいろできるのが結構好きなんですよね。ちょっと楽しいじゃないですか、やっぱ。ねえ。いや、初めてスタミナ太郎行った時、衝撃的だったな。なんか、確かそのバレーボール部の、なんか、3年生、当時俺が1年生の時の3年生の先輩のお疲れ様会みたいな、なんか、子供たちだけで行ったのよ、なんか、電車乗り継いで。なんかさ、すっごい大人になった気分でさ、いやね、だって中1なんてさ、ちょっと前まで小学生だったわけでさ、なんかそんなね感じだった、最近までそんな感じだったのに、急にさ、なんかみんなで焼肉食べに行くみたいな、で初めて行ったスタミナ太郎、なんだそこマジ天国だと思ったね。お肉食べ放題、なんかお寿司とかも食べれてさ、でなんかいろんなね、甘いもの、なんかスイーツとかもあってさ、自分で組み合わせて作れるみたいな。で、あの時にさ、なんかね、飲み物とかさ、変に混ぜてさ、なんかコーラとお茶とみたいな、で、焼肉のタレとみたいな、そういう魔改造ドリンクをさ、なんか罰ゲームでなんか負けた人を飲むみたいな。もう人生であんなに笑ったことないよね、本当に。本当に、中学生の頃に友達だけで行くスタミナ太郎ほど楽しいとこないよな、マジで。あんな楽しいんだと思った。ねえ、スタミナ太郎、本当にね。なのでね、ごめんなさい、ちょっと全然関係ない話になっちゃったんですけど。まあ、何かの食べ物嫌いだからっつってね、そんなに損してるってことはないと思いますよ。別に、焼肉食べない。お魚の方が美味しいからね。やっぱり。お魚です。やっぱ、お魚食べよう。やっぱ、刺身とかさ。なんか、焼肉とかよりさ、なんか、俺的には生の魚食べれないとか、の方がなんか損してる気がする。なんとなく。たまにいるじゃない。生魚ダメなんです、みたいな。あれの方が損してる気がする。だって生ガキも食えないわけでしょ。なんかもうそんなんちょっと辛すぎるよね。ねえ、まあいいんじゃないですか。もうなんか大人なんですよ、スキルな4800は。味覚が。いいじゃん。大人なんです。おっさんかよじゃなくて大人なんです。ちょっとね、そこにこう、誇りを持って生きていっていただければなと。思いますけれどもね。はい。はい。なんか、微妙な時間残ってしまった。もう一個読むか。愛知県リコさん、ガスケツさんこんばんは。私は今、少し気になる男子がいるのですが、その男子にこの前、急に何のメッセージもなく LINE を追加されてました。嬉しかったのですが、これはどういう心理でやっているのかが全くわかりません。とりあえず私も追加したのですが、直接聞くこともできず困っています。これはどういう心理でやっているのか、またメッセージを送ったり直接聞いてみたりした方がいいのか、一緒に考えてほしいです。はい。まあこれはまああんまりただ追加しただけじゃないですかね。ガスケツもね、以前ね、まあ、これだいぶ前の話なんですけど、なんかまだ多分社会人やってた頃かな、なんか合コンに行った時があって、誘われて。で、その時に、まあなんか、まあ普通に、ね、何事もなく終わって、まあそのグループラインがあったんですけど、なんかその中の女の子のうちの一人が、なんか俺のことを友達登録してたんですよ。あ、友達登録されてると思って。で、なんか俺その子とちょっとこう話が盛り上がったような記憶があったんで、ちょっとメッセージ送ってみようかなと思って。送ったんだけど、もう全然脈ありでも何でもなかったね。マジで。びっくりした。
ああこれ違うやつだったってなった。うん、だから関係ないですねこれはね。まあでもそのただその一個言えることとしてはその話のきっかけになるね。 LINE を送る口実になる。あ、追加してくれてるありがとうって言えるっていう。うん、だからまあそっから探っていくのもいいんじゃないですか。うん、いいじゃない、別にそれで嫌な思いする男なんていないですから。うん、まあちょっとね会話のきっかけとしてか送ってみるというのも手じゃないでしょうかと私は思います。ええ、送ってみてください。うん、ありがとうって追加してくれてるねみたいな。ええ、頑張ってください。ええ、よしということでこれぐらいにしときましょうか。ええ、これでも眠れないよという方、シャッフル睡眠法の動画というものがございます。こちらかなり眠れる方ですのでぜひとも聞いてみてください。まあ、あとね僕の朗読の動画だったりとかラジオもう一本聞くとかいろいろあるかなと思いますので引き続きうちのチャンネルで過ごしていっていただければ非常に嬉しいです。まあ、あとヒーリング音楽この後も続きますのでこのまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、ということで今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。